はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはマジェスティックマジョリカル、よくわかんないけど、マジョリカルだから ミュージカル的なのかな、わかんない、魔法的な感じなのかな、よくわかんないけど、まあとりあえずね、まあ、本当にわからないんだけど、ダズカラットっていうメーカーさんも初めて聞くんでね、多分パッケージゲームとしては初参入なんじゃないかなと思われますが、早速サイトを見てみましょう。はい、ということでこちら、マジェスティック、マジョリカル、2022年11月22日オンセールとなってますが、いきなり追加シナリオ限定版ってあるんだけど、ちょっとそこに行く前にちょっともう少しなんか情報ないかな。はい、オープニングが今ムービーがいいな。ストーリー、はい、魔法使いの少女ラピスは、名家アイドクレーズ家の、これはなんていうの、末っ子でいいのか、末娘でいいのか、両親と4人の兄弟は、兄たちは皆強大な魔力を持つエリートばかり。しかしラピスだけは平凡以下の魔力しか持ち合わせておらず、魔法学校ではアイドクレーズ家のお荷物と揶揄される毎日を過ごしていた。そんな彼女が進学をかけ、ある試験に挑むことに。その内容は人間の心の中に宿る、強い思いを具現化したトゥインクルジェムを集めること。ところが張り切って人間界に向かった彼女を待っていたのは、一癖も二癖もある男子たち、男の子たちで、って感じですね。はい。ということで、なんか、あれ、ウィッチガーデンっていうゲームを同じ日に発売するので、あっちは、なんか、こう、コスプレ魔女だったんだけども、ヒロインがね。で、こっちは、プレイヤー自身が魔女。出損ない魔女って感じかな。一応そういう設定だから、まあ、ファンタジーですね、完全に。で、キャラクター。これがプレイヤーキャラかな。ラピス、なんつったら、ラピスアイドクレーズ、本作の主人公、魔法学校高等科の、2年生17歳、魔力が、弱い落ちこぼれだけど勝ちで、困っている人を放っておけない性格、高等科、卒業後は実践科への進学を希望している優秀な、4人の兄がいると。この研修は私にとって大きなチャンスなのっていうね、まあそういう子です。で、名前変更できないということですね。まあまあ、何が一癖も二癖もあるのかな。まあ、いいか。この人ですか。まあまあ、イケメンがいっぱいいますぐらいでいいや。はい、ということで。まあ、ギャラリーっていうか、いきなりこう、やばいのが出てきたかな。ある意味やばいのが出てきたな。やばいのが。まあ、スチルだからな。これも普通に多分テキストアドベンチャー的な感じなんだろうな。あ、で、ニューコンテンツ。これか。ジャスパールート追加。PC 版でサブキャラだった、執事のジャスパーベリルがスイッチ版ではメインキャラに昇格。さらに PC 版では別々だったボリューム1から3がセットに。完全版となったマジェマジョが任天堂スイッチでお楽しみ、マジェマジョをニンテンドースイッチを楽しみください。リードモアということでね。何なんだ、まだ情報があるのかな。はい。ジャスパールート追加、ということでね。だから PC でもともと出てるゲームなんだけど、しかも多分3本ってことは、ターゲットキャラごとなのに分かれてたのかな、よくわかんないんだけど、一応ね。はい。一応このキャラクターが出る以外に、ボリューム1からボリューム3がセット。はい。PC 版ではボリューム1から3に分かれていたそれぞれの物語がスイッチ版ではセットになりました。テーマが異なるながらも、繊細な世界観で描写される3編の物語を一気にお楽しみいただけますとあるんですが、どういう感じ？ボリューム1、奪い合いの恋。校内でも有名なイケメンの、親友同士。
とか切なく揺れる恋、対立する恋、まあ、3つあるということですね。まあ、ちょっとあんまりこれも詳しくわかんないな。これを読んだところでずっと全体図が見えなくなるんで、まあいいや、こんぐらいにしておきましょう。ということで、ということで、あれ？ということで、結構時間かかるな、これちょっと。まあいいや、あれ？なんでこれ？何やろう。いや、ちょっと待ってね。プロダクト。いや、いずれにしても時間かかるな。なんでだろうな。なんでだろうな。あれ？なんで？おかしいな。ああ、まあいいや、これで、ちょっと。で、ちょっと限定版見ていきましょう。限定版ね。はい。限定版パッケージ版のみで、1個目入ってるのが、ボイスドラマ CD、誕生日メッセージ大作戦。で、2、復刻ドラマ CD。ドラマ CD が2枚入ってるってことね。はい。終わりかな？ 2、復刻ドラマ CD、トラック2。で、2、復刻ドラマ CD、トラック3、どっちがいいの？あ、だから、ドラマ CD が1枚と、復刻ドラマ CD が1枚の2枚入ってて、その復刻ドラマ CD の方にはトラックが3まで入ってるってことですね。で、復刻ドラマ CD は1枚の CD に3トラック収録いたしますって書いてあるから、まあ、実際ディスクが2枚ってことですね。で、9878円税込みということなんですが、これ、まだ通常版の値段見てないからね、これが高いとか安いとかわかんないんだけど、とりあえず。はい、あった。はい。ということで、まあ、スペックね。マジェスティック・マジョルカ、通常版が8228円、限定版が9878円。だから、限定版のグッズ関係が、だいたい1650円ぐらいっていうところですね。なんか安い気がするね、これは。はい。で、2022年12月22日発売、セロ D、ということになっています。はい。ということで、まあ、PC で出てたゲームで、PC だと別売りで出てたものがギュッと一緒にまとまって販売されてて、価格も、まあ、安いかというと安くないんだけど、8000円台ぐらいで。だから限定版がドラマ CD2 枚だから、まあ、まあ、妥当というか結構いい値段なんじゃないかなという感じはしましたね。まあ、だからファンの人は、ね、ファンっていうか、声優さんとかにファン、誰か好きな人がいたりするんだったら、まあ、全然こう、声優さんじゃないな。絵だね。キャラクターの絵じゃないとダメだよね。あれ。あ、違うから。声優さんが好きだから、まあ、とりあえず、その、ドラマ CD で。で、あと、キャラクターが好きだから、このボックスの絵柄で、まあ、その両面でね、こう、限定版の価値があるのかな、ってところだよね。まあ僕乙女じゃないからそこにはあんま食いつかないんだけど、ただなんとなくこのいろんな会社の限定版も見てる中では、割とこう普通に良心的な価格のね、価格設定なのかなという感じはしました。はい。ただなんかその逆に言うとボリューム1から3ってことはどういう区分けなんだろうね。このいっぱいターゲットキャラみたいなのいるけど、それがもう最初から分かれちゃってるのかな。なんかその辺の構造もよく分かんないんだけど、まあでも、あれかな、スターリースカイだっけ？星座関係のやつ。あれの4作品がこうギュッとまとまって1本になりましたみたいなノリを言ってるんだとしたら、うん、いいんだけど、まあ、ボリューム感はわかんないしね。まあまあまあ、そんな感じです。はい。何がそんな感じかよくわかんないけども、まあ、とりあえずね、僕の中ではそういうところの受け入れをしました。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカンでした。